どうも、すっころことすっころべえです。さてさて、なんかね、もしかしたら今気づいたことが一個だけあるんだけど、ククルシカのせいで負けてるのかな。もしかして。そんなわけないよね。じゃあ、イベントサーチ。で、誰がグノーシアなんだ。今なら怒らんから言ってみろって。ダメか。ダメに決まってんだろ、そんなもん。なんかラキオってとりあえず疑われるよね。お、ステラか。ステラは弁護に加わっとこうか。やっぱラキオはちょっと怪しいかなって。まあ誤解されやすいやつっていうのは、うん。あ、まあ説もそうかな。まずいな、説になってる。でももう弁護しても意味ないよな。俺とラキオに。お、弁護した甲斐があったんじゃない、これ。ごめんな。なんかお前がどうって話じゃないんだよ。あら、またステラか。スッコロ様、私は不安なのです。私はこの船で長くジョナス様にお仕えしておりました。その経験から申し上げるのですが、ジョナス様がご機嫌でいらっしゃると大抵の場合良くないことが起きるのです。ルーワン星系でのクノーシア騒ぎで皆様をお助けした頃からです。あの方が終始浮かれたご様子なのは、きっとろくでもないことを企んでいらっしゃるかと、あるいはすでにクノーシアに感染されていることも考えられます。どうかスッコロ様、どうかお気をつけてくださいませ。へえ、何が更新されたんだろう。ああ、そういうことで長く使えているね。今回バグはいないんだよね。まあ不安材料だしな。人間じゃねえかよ。 AC 主義者もいないしな。説は信用できない。説疑われるということも、それ自体が罪なのです。しゃあない、名乗り出てやるか。なるほど。ということはシピがグノーシアか。いや、でもちょっと待ってくれって。まあ疑いに同調しとくか。説か、説な。あ、しまった、シピ排除できたのか。いや、でも多分あそこでシピがいなくなったらもう俺そのままやられると思うんだ。お、何をしている。ここには貴重な品もあるのだ。あまり気楽に立ち入ってもらっては困るな。何があるの。好奇心、猫を殺すというぞ。冗談だよ。大半は酒やちょっとした収集品さ。古代地球の遺物や
各種美術品といったところだ。さて、では今度は私がスッコロに問うとしよう。そうだな。なら、スッコロ、君はステラのことをどう見る？正直こうなると俺はこう思ってるよ。スッコロ、君はなかなか鋭いな。ステラは、もともとあれは連合政府から送られてきたものだ。私の世話役兼監視役といった役どころだな。この船を得た頃からと思えば、もう随分な付き合いになる。だが、どこか得体の知れぬところがあってな。ことに最近は、奇妙に感じることも多いんだ。あの仮面の下で、何を考えているものやら。5分後に、空間転移を行います。皆様、自室に、お戻りくださいませ。思ったより早いな。ではすっころ、さらばだ。再会をかなわんこと。すっころ様、差し出がましいことを申しますが、ジョナス様のおっしゃったことをあまりお気になさいませんよう。確かにあの方は宇宙開拓時代の英雄ではございますが、それも過去の話です。今ではただ目的もなく宇宙を放浪なさっていますが、ジョナス様の常軌を逸した言動によって周囲が混乱に陥ることもしばしばございます。ああ、本来このようなことを申しあるべきではありません。ですが日体の私から見てもあの方は関わるのはお勧めできません。あの方は宇宙連合公認の廃人なのですから。え、何それ。へえ。でもね、どうなんだろう。投票結果。まあ、俺に入れたのはもちろんシピなんだよね。だからシピをやれたんだよな。シピに入れたのが乙女ちゃんとゆり子様。で、節に入れたのが、だからジナに入れたのとコメットに入れた、この二人がちょっと怪しいのかな。うん、コメットも怪しいけどね、十分。じゃあコメット行くか。お、ステラ守護天使じゃない、もしかして。俺守ったっしょ。これはどうなんだろう。すまんステラ、なんかお前が守護天使な気はするんだけど、シピしか守ってないっていうのがすっごい怪しい。おい、こんな可愛いんだから乙女ちゃんは違うよ。いや、コメットは人間やから。ごめんなステラ。絶対違うと思うんだけどな。どうした乙女ちゃん。あのスッコロさん、私その気づいちゃったんです。シピさん嘘ついてるの。みんなと話してるとき音が変だったから。間違いだったらいいなって思うのです。でもむきゅ。でもな、シピグノーシアって言ってもそりゃそうやろって話やからな。だからね、ユリコ様を味方につけるか。
茂道を狙ってきたか。苦悩者の連中も考えたら。なんでコメットだよ。そう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 、そこだよ。なんでだよ。内訳おかしいやろ。お？いや、俺からシピ行ったら怪しすぎるやろ、だって。あ、マジで？じゃあこれで終わりじゃん。でもすっころさん、あの時お話聞いてくれてありがとうでした。お礼言いたかったのです。あれ、乙女ちゃん話が違うよ。あ、すっころさん、あのね、あのね、相談なのです。今はグノーシアさんがいるから、どの人が大丈夫なのかわからないの。だからすっころさんのこと信じたいのです。それで一緒に頑張れたらいいなって。いいよ。でも乙女ちゃん、ジナがグノーシアじゃなかったらグノーシア君よ。でも AC 主義者いないんだよな。え、何、どういうこと、あれ意味がわからんよ。AC 主義者はいない。あ、グノシャ3人か。ごめん、俺が打ち明け間違えてた。だろうね。でもね、俺もね、乙女ちゃんなんだ。え、コメットなの？あ、でも、そっか。ごめん、乙女ちゃん、俺が、そっか、打ち明け間違えてたからや。だから、コメットでいいんだ。ごめんごめん。いや、コメントじゃダメなんだよ。なんで俺コメントにしちゃったんだよ。もう、わかんなくなってた。コメントダメだって。ごめん、俺が間違えた。やらかした。乙女ちゃん、内訳をまた忘れてたんだ。完全なやらかし。なんでやねん。いや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 、なんでじないよ。おかしいおかしい。なんでジョナスよ。いや、もう S 級なんだって。これ俺に来そうやな。なんでよ。お前らアホやろ。どっちでもいい。
いや、せめてジナ、せめてジナに生きててほしい。これもダメやわ。よっしゃ。ああ、ギリギリ。もう乙女ちゃんに土下座してもしょうがないレベルでギリギリだった。そうでしょ？あ、そうだ。これで投票しろで S 級。なんでよ。これどっち？しゃ、よかった。もうこれで負けたら俺は乙女ちゃんに顔向けできない。そう、もうグノーシアはいないんだね。戻らないのかな。グノーシアが人に戻ればいいのに。私の母は人を辞めて天国凱旋計算領域に入ったんだ。これ凱旋って合ってる？教会に行けばいつでも再計算されて母に会える。でも会えない、私の知ってる母には。変わってしまったものは戻らない。当たり前だけど寂しいね。まさかのジナのターンだったとはな。いやー、これほんともう乙女ちゃんにごめんやわ。危うく先輩になるとこやった。いやー、グノーシア2体だと思ってたのよ。だから計算が合わなくてさ、乙女ちゃんめっちゃ疑っちゃってたのよ。ほんまごめん乙女ちゃん。あと、コメット人出ししてたの忘れてた。ごめんごめん、マジで。いやーでもギリだった。勝ちましたね。それではまた次回。